この夏日本中で大きな話題を集めているドラマウーマン、物語がいよいよ最終話を迎えるとあって撮影も佳境に入りました。豪華俳優陣が渾身の演技で臨むウーマン、その登場人物たちはそれぞれリアリティのある魅力を放ち、見る人の胸に響く感動のシーンを生み出してきました。お母さん、その感動は時にはスタッフの間にも広がって、カッ、OK、撮影現場でも涙が流されています。今日はドラマウーマンの感動の名場面を振り返りながら、3日後に迫った最終回に向けてストーリーの総まとめをお送りします。水のジャボン。 CM の後はウーマンの名子役2人の撮影の裏側をお見せします。はい、段取りいきます。よーい、撮影の合間にはリアルな8歳と4歳の表情を見せる2人ですが、リオちゃんは現場に入ると大人顔負けのプロ意識、スタッフとも対等な打ち合わせぶり。一方ライ君はやんちゃなキャラで共演者のアイドル状態。遊び疲れたらお姉ちゃんの横でゴロン。これから撮影するのは眠っているのぞみとリクを小春が見つめるシーン。寝る体勢を自分で試行錯誤しているリオちゃん、セリフがなくても寝姿だけで演技する。もう立派な女優です。おかげでこんな愛らしいカットが撮れました。二人の子役の演技、最終回も楽しみです。